サンフラワーアイボリー関西汽船株式会社はかつて存在した海運会社。セット内海において旅客、フェリー航路の運行を行っていた。1990年に商船三井系列となり2009年9月に完全子会社化。同年10月同じ商船三井系列のダイヤモンドフェリーとともに営業部門をフェリーサンフラワーへ移管。 2011年10月1日にダイヤモンドフェリーと合併、フェリーサンフラワーになった。女王丸事件の犠牲者1964年には双葉丸が就航。1974年まで運行された。同航路は毎日運行となったが、両線ともトラックの乗船はできず、乗用車約50台を乗せるのみであった。 もともと客船志行であったため、本格的なカーフェリーの導入は他社に遅れることとなった。これにより、長年、大阪側のターミナルとして使われていた弁天不当を発着する定期航路が廃止となる。翌12日より、後藤産業機船が同航路の運航を開始したが、2006年4月をもって廃止、当初の共同運航区間は、 関西汽船の阪神松山別府航路の大分、神戸間のみであった。また、関西汽船の阪神松山別府航路の神戸、発着不島は、下り便が中途低、上り便が六個アイランドフェリーターミナルとなった。また、大阪発着不島も、かもめ府から南港フェリーターミナルに変更される、別府国際観光公会社合併時点の状況を記述する。 大阪港の乗り場は2008年7月8日より南港フェリーターミナルからコスモフェリーターミナル R-5 が安璧に移転した。繁忙期と5月下旬に開催される小戸島マラソン期間の土日曜日に運行していたが2011年10月から休港しているファンネルマークんフラワーコバルトフェリー来島会社合併時点の状況を記述するファンネルマークは赤字に 白帯が巻かれている。船体の塗装は、ハーパーグリーンと称する、下半分が緑、上半分が白の塗装としており、瀬戸内海の風光に調和するハープの音色のような、涼やかな緑色をイメージしている。なお、関西汽船の解散後も、松山、小倉フェリーの2隻の船体にのみ、長らく現役で残っていたが、2019年のリニューアルに合わせて、 塗り替えが完了し消滅している。大阪別府航路については就航する船舶に、純ずる専用塗装、サンフラワー塗装となっている。ちなみに、船体の地色が白一色であるほか、太陽の絵を旧、旧太陽フェリー時代から引き継いだ蛍光色を使用し、太陽の絵が大きめに描かれるなど、商船三井フェリーや旧ブルーハイウェイライン西日本の道塗装とは、 若干違う。ただし最近では、ドック入りの際、太陽の絵が大きさはそのままに蛍光色でない色に描き直されている。現在のサンフラワーの鮮明は伝統的に使われている式名を用いた名称が受け継がれている。かつて、球場選手の開発協力のため、自社の船舶くれない丸を提供していた。 2011年9月30日時点。大阪別府航路1997年3月、竣工、同年12月6日出航、9245総トン、全長153.0メートル、幅25.0メートル、出力27000馬力、航海速力22.4ノット、旅客定員710名、車両搭載数、トラック100台、 乗用車100台、三菱重工業下関造船所建造、小戸島季節便にも就航する。1997年6月竣工、1998年4月8日、就航、9245総トン、全長153.0メートル、幅25.0メートル、出力27000馬力、高快速力22.4ノット。 旅客定員710名、車両搭載数、トラック100台、乗用車100台、三菱重工業下関造船所建造、小戸島季節便にも就航する、小倉松山航路1986年6月、竣工、1987年4月27日、就航。4277総トン。 全長119.0メートル、幅21.0メートル、出力1万1200馬力、高快速力18.0ノット、旅客定員756名。車両搭載数、トラック73台、乗用車41台。来島ドック、大性工場建造、近海省運が保有。 1986年6月竣工、1987年9月23日、就航。2003年改造。4238総トン。全長119.0メートル。幅21.0メートル。出力11200馬力。航海速力18.0ノット。旅客定員756名。 車両積載数、トラック73台、乗用車41台、シンクル島ドック、耐性工場建造、アイボリマルコバルトマルマヤマルサンフラワー7サンフラワー、2ジェット7ジェット8サンフラワー小金サンフラワー2式、大阪南港に入港する、サンフラワー2式1、859相九1936年5月、春工。 1942年5月から1971年3月の間、別府航路に就航。1081総トン。1947年9月、旬航。1954年から1971年の間、大阪高知航路に就航し、1980年に解体。1038総トン。 1947年12月、竣工。1948年9月から1975年9月の間、別府松山航路に就航。2、928総トン、1959年、竣工、別府航路に就航。カンバウの試験に使用。3、155総トン、全長89.3メートル。 1968年、別府航路に就航した関西汽船最後の純客船。1992年8月に引退後、日本国外に売却。3、151総トーン、全長89.3メートル。1968年、別府航路に就航した関西汽船最後の純客船。1992年8月に引退後、 日本国外に売却。2、822総トン、全長83.0メートル。国内初の長距離総動大型フェリー。1990年6月、六甲丸就航に伴い引退。2、819総トン、全長83.0メートル。国内初の長距離総動大型フェリー。 1990年11月、イコママル就航に伴い引退。3、360総トン、全長89.4メートル。別府航路発のカーフェリ。1972年3月、U0 に改名。1983年11月に、 予備戦となった後、1988年に末広マリンサービスに売却。3、229相トン、全長89.4メートル。別府航路発のカーフェリ。1972年3月、マヤマルに改名。5、216相トン、全長124.2メートル。 1978年3月に軽戦後、クル来島ドックに売却。その後、カーフェリーに、改装の上、要船し、来島ナに改名。1995年2月、日本国外に売却。2、945総トン、全長104.2メートル、阪神徳島航路に、就航の後、 1998年4月に引退と、ともに、阪神徳島航路は廃止。6、114相トン、全長118.0メートル。同社発設計の長距離旅客間フェリー。1982年11月、神戸日向航路の廃止に伴い、室戸汽船に売却。5、489相トン、全長115.0メートル。7、494相トン。 全長124.9メートル。1978年3月に掲戦後、1979年6月にクルーズ客船に改装され、日本や世界各地へのクルーズ船として使用。関西汽船初のサンフラワー塗装を施された。3、350相トン。土佐特急フェリーの土佐を要請し、海明の上、 小倉松山航路に就航。1987年9月、フェリー早ともに就航に伴い引退。7-060総トン、全長140.9メートル。富士フェリーの島丸を要戦の上、フェリー化及び改名し就航。1998年3月に引退とともに、阪神・奄美沖縄航路は廃止。7-189総トン。 全長132.1メートル。太平洋沿海フェリーのアルゴを購入し、海名の上就航。1984年12月、サンフラワー、サンフラワー2と10日交換され名門太陽フェリーへ移籍。7、524相トン。全長143.8メートル。太陽フェリーのオリオンを購入し、海名の上就航。 1984年12月、サンフラワー、サンフラワー2と10日交換され名門対応フェリーへ移籍。遺跡2、889総トン、全長101.8メートル、室戸規船のフェリー室戸を要請し、改名の上、小倉松山航路に就航。1987年4月、フェリーシ島就航に伴い引退。6、815総トン、 全長140.1メートル。テルクに優先より、クルシマドックに売却されたクイーンコーラル2を要請し、海名の上就航。1995年2月、日本国外に売却。12、130総トン、全長185.7メートル、幅24.0メートル、連続最大出力26,080馬力。 最高速力二十五点五ノット。旅客定員千百二十二名。車両搭載数8トントラック九十八台。乗用車二百一台。川崎重工業神戸工場建造。九百七十二年二月、日本高速フェリーにて就航。九百七十六年十一月に太陽フェリーへ売却され、九百七十九年六月に、 常石造船にて、改装工事を実施。1984年11月に、クルシマドックへ、売却。同年12月に、フェリー小金丸、フェリー西木丸と10日交換された後に、クルシマドックに売却され、チャーターバックの上、阪神別府航路に就航。1998年4月、サンフラワーコバルト就航に伴い引退し、日本国外に売却。 12、112総トン、全長185.7メートル、幅24.0メートル、連続最大出力26,080馬力、最高速力25.7ノット、旅客定員1,148名、車両搭載数、8トントラック95台、乗用車201台、川崎重工業神戸工場建造。1972年1月浸水。 同年5月より日本高速フェリーにて就航。1976年11月対応フェリーに売却され、1979年6月に来島ドックで改装工事を実施。1984年11月に来島ドックへ売却。同年12月にフェリー小金丸、フェリー西木丸と10日交換された後に来島ドックに売却されチャーターバックの上、 阪神別府航路に就航。1997年12月、サンフラワーアイボリ就航に伴い引退し、日本国外に売却。1994年から引退までの間、海水を広範囲にわたって継続的に組み上げ、モニタリングを行う、国立環境研究所の定期航路船舶を用いた海洋調査が動線を使用して行われていた。 279総トン、全長27.4メートル、出力3800馬力2機、速力45ノット。米国ボーイング社建造のボーイング929、1980年建造、1987年4月、阪神小豆島高松航路の開設とともに、就航。日本国内では、佐渡汽船に次いでのジェットホイール就航であった。 2000年10月11日の航路廃止後は、後藤産業機船が同航路を運航したが2006年4月に廃止され、東海機船に売却。279トン、全長27.4メートル、出力3800馬力2機、速力45ノット。米国ボーイング社建造のボーイング929、1980年建造。 1987年4月、阪神小豆島高松航路の開設とともに、就航。1991年3月、日韓高速船に要船。1992年11月の航路廃止後、1996年8月に佐渡汽船に売却し、改名の上運航。2000年、九州郵船に売却。 1987年9月就航。2、933総トン、全長116.5メートル。1998年4月、引退し継戦。1999年、日本国外に売却。2、933総トン、全長116.5メートル。1998年4月、引退し継戦。1999年、 日本国外に売却。1992年8月のサンフラワー小金就航後、同年12月の第2戦就航までの間、小道造船に掲船されていた元、名門太陽フェリー、フェリー箱崎を要船し、改名の上就航。これにより、1日3便の阪神別府航路はすべて、フェリー化された。同年12月、引退。 1991年12月竣工、1992年8月3日。就航。2003年改造。9710総トン。全長150.9メートル。幅25.0メートル。出力25,200馬力。高快速力22.1ノット。旅客定員942名。乗組員36名。車両積載数。トラック100台。 乗用車60台。金指豊橋工場建造。2007年11月21日よりダイヤモンドフェリー運行便に就航。関西汽船所有の船舶だったが、2008年2月1日にドック入りし、この日をもってダイヤモンドフェリー船籍となる。ファンネルマークを D マークに変更の上、 同年2月7日より、同社の運行船として、飛行便に就航。1992年12月19日就航。2003年、改造。2010年2月引退。9800相トン、全長150.9メートル、幅25.0メートル、出力25,200馬力、高快速力22.1ノット。 旅客店員859名、乗組員36名、車両搭載数トラック100台、乗用車60台。金指し豊橋工場建造、鉄道建設、運輸施設整備支援機構と共有していた、三水丸他社就航後の状況会社合併時点の状況を記述する。会社合併時点の状況を記述する。 突起なき場合は、全等級利用可能。各種割引を重複しての適用は不可。トラックは適用不可もあり。2005年4月のフェリーサンフラワー共同営業センター発足に伴い、ダイヤモンドフェリー中九州航路との間で割引制度の統一が行われ、各種割引は相互の利用が可能になった。予約期間は2ヶ月前の同1日から乗船日。 前日の出航24時間前までインターネット割引よりも割引率の高い割引を利用したい場合は乗船日当日に窓口へ申告すれば変更が可能。また日本国有鉄道が周遊券を設定していた時代には四国内の全線で乗車可能な四国周遊券と九州内の全線で乗車可能な九州周遊券で 関西汽船の航路を片道1回に限り追加料金なしで選択利用できる制度が設けられ時刻表でも案内がなされていた。これは国鉄分割後の JR になっても継続されたがその後廃止された。ありがとうございます。